ファンキージャズはビバップ、ハードバップから派生したモダンジャズのジャンル、ソウルジャズと呼ばれる場合もある。1950年代後半から1960年代前半頃まで流行した。ファンキージャズはブルースのフィーリングを強調し、ゴスペルの要素も加わった演奏形態である。黒人ジャズ的要素が強くビバップやハードバップに共通した要素であるコードを分解し、 旋律を再構成する際に、ペンタトニックや黒人音楽を意識したスケールを意図的に用いたものも多い。1960年代、境界音楽の影響が強く、ブルーノートスケールや、それに近い音階や進行を使用し、オルガンやギター、ビブラホンなどもフィーチャーされているジャズの総称が、ファンキージャズとされている。ファンキージャズの代表的なミュージシャンには、ホレス・シルバー、 キャノンボールアダレー、ナットアダレーや、ラムゼー・ルイスらがいる。また、オルガン・ジャズのジミー・スミス、ベイビー・フェイス・ウィレット、ブラザー・ジャック・マクダフ、ジミー・マック・リーフらも、このジャンルに含まれる。ありがとうございます。